いただきました。オフィリア 20mg と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、オフェさんと呼んでください。はい、主催主催、そういうことはやめていきましょう。はい、ということで早速2曲目に参りたいなと思います。よかったら声出し参加してください。お願いします。はい、もう一回いきましょう、もう一回いきましょう。
1曲目が美人の一人一途、2曲目があやねのコンプレックスイマージュ、はい、でした。はい、ということでここで告知したいなと思います。ホイダン次のイベントは、和歌山です。はい、和歌山の何っけ、ブラクリブラクリなんとかなんとかの2階になる会場です。インターマーケン、そんな感じ。 OKOK、 そんな感じ。とりあえず和歌山のブラクリ町にある2階のカフェみたいなバーみたいなところで、ストベリーっていうイベントがありまして、そちらでマリトルさんの卒業イベントにお呼ばれしたので久々に和歌山行ってきます。はい、ということで、誰も来へんやろうな。今日来てる人誰も来へんやろうな。そういうことで、和歌山に向かって応援ビームだけよろしくお願いします。日曜日はね、17日、はい、よかったら応援ビーム送ってください。はい、ということで、その他いろいろイベントあるんですけども、ミクシーやメモラツイッターについて告知してます。よかったら遊びに来てください。はい、ということで次の曲で最後になるんですけども、ありがとう。このってくだり今回もないと思ってた。ありがとうございます。あって嬉しいです。はい、ということで最後の曲は、今日のこのまったりな感じでも盛り上がれる曲を持ってきました。よかったら手拍子だけでも参加してくれたら嬉しいなと思います。では最後の曲お願いします。
本郷さん。で、あ、オッケーオッケー。あ、ちょっと喋りますね。最後の曲はタモリ役のドラ迷宮でした。久々にこの曲で締めましたね。というか、あの曲が今日っていうか入ってないのがちょっと珍しいですね。ね、あれやと思ったやろ。でも絶対誰も返してくれへん気して。じゃあまた次回ということで、よかったら遊びに来てください。